シェイクスピア没後400年の記念として松山バレエ団が5月の大型連休中に名作ロミオとジュリエットを東京で上演します。今年はシェイクスピア没後400年の年、世界各地でシェイクスピアの古典作品の舞台が行われます。5月3日から5日の間と8日、日本トップクラスの松山バレエ団が6年ぶりにロミオとジュリエットを上演します。今年68歳で世界的なプリマで団長でもある森下陽子さんを中心とした舞台、美しい音楽と振り付けで表現されたシェイクスピアの悲恋の物語が鑑賞できます。